ランドサットによる画像風蓮湖は、北海道根室市、野付郡別海町にまたがる湖である、野付風蓮同立自然公園に含まれる、ラムサール条約登録室地、北海道東部、根室半島の付け根に位置する、面積59.01平方キロメートルは、日本の湖墙では13番目の面積規模を有する、寄水湖としては、サロマ湖、ノトロ湖に次いで、 北海道第3位であるが、周囲9 6トルは、奇水湖としては、全道1位である。直接、根室湾に面しており、湖面の標高は0メートル。西岸と南岸は、標高30から4 0ルの大地。北東岸はサスからなる。主な流入河川は、風ン川、別島、香川、八ウシ別川。湖名の由来は、アイヌ語の風連別。これは本来、 流入河川の風連川を指した地名であり、川に湿原由来の赤く染まった水が流れ込んでいたことにちなむ、湖の方はただ、塔と呼ばれていた。湖の東岸、春国帯には根室市が設置した根室市、春国体原生の鳥公園ネーチャーセンターがあり、日本野鳥の会のレンジャーが常駐するほか、周辺の自然に関する展示などがある。佐数である春国体は、 アイヌ語の春区二体が由来の地名そのままに、砂丘に自生する日本唯一の赤江戸松林で覆われている。さらに、日本国内で最大級の浜ナスの群落がある。周囲には湿地帯が広がっているために、食料を得られること、陸上を徘徊する捕食者にも襲われにくいこと、隠れ場所となる植生が存在することなどから、単調の栄想地や水取りの飛来地になっている。 越冬する白鳥の飛来地としても有名。渡り鳥が多数訪れることで知られる。エゾシカの越冬地としても知られ、結氷した湖面やソスに集まる姿が見られる。湖とそれに伴う出現の重要性から、日本国政府は1993年に、国指定風雨連湖長獣保護区に指定した。その後、春国体と共に、特に水鳥の生息地として、 国際的に重要な湿地に関する条約が指定する湿地の候補として選定した。2005年10月21日には国内での登録を終え、2005年11月8日、第9回会議で正式に決定された別海重慶や根室重慶にも指定されている。湖の北、西岸には別海町、市別郡市別町、根室市に通じる国道243号。 国道244号が走る。東岸には北海道道475号風連湖、公園線が走り、国道244号公転から入る。南岸には根室市、あってしぐみ浜中町に通じる国道44号が走る。ありがとうございます。